トロンボポエチンの三次元構造トロンボポエチンは血小板の線具細胞の増殖及び分化に関与する増血因子である。血小板は増血幹細胞から巨核球を経て分化し、血液凝固において重要な役割を果たすとともに手術の免疫反応にも関与している。巨核球や血小板の形成には手術のサイトカインが関与しており、インターロイキンマイナス1、 マイナス3、マイナス4、マイナス6、マイナス7、マイナス11や GM、CSF、エリスロポエチン、肝細胞因子によって促進される。TPO は血小板の形成を促進する活性を有することが1958年から示唆されており、生成、同定を試みるも成功するには至らなかったが、1994年に、 初めて TPO のクローニングが行われた。その後、TPO は巨核球コロニーの形成を抑制する機能を持つし、MPL のリガンドであることが解明され、増血系細胞の産生に重要な因子であると考えられている。人 TPO 遺伝子は7つのエキソンと6つのイントロンを有しており、染色体上では3 q 2 7から28に一致している。 TPO 遺伝子は353アミノ酸残器のタンパク質を高度するが、21残器がシグナル配列であり、除去された後に60から70系だの糖タンパク質として分泌される。TPO 分子のアミノキマッタンガー領域はタゲを超えてよく保存されており、エポと23%の相当性を有している。一方で、カルボキシル元ガーの領域は、 主観で多様性に富む。TPO のメッセンジャー RNA は主に肝臓に発現が見られ、腎臓や脾臓、骨髄、膵臓、脳、肺においても少量発現している。肝臓や腎臓では常に一定量のメッセンジャー RNA が発現しているが、血小板減少が生じたマウスの脾臓や骨髄では、トパームなの発言は上昇していることが報告されている。人において、 TPO 受容体である CMPL の遺伝子は12個のエキソンを有しており、HP34 に位置する。CMPL メッセンジャー RNA の3、末端側の選択的スプライシングにより、P 型と K 型の2種類のタンパク質が産生され、これらは細胞内領域の構造が互いに異なる。P 型は細胞内領域にボックス1及び ボックス2と呼ばれるシグナル伝達に関与するドメインを有するが、これらは K 型には存在せず、その機能に関してはよくわかっていない。細胞外領域の構造は共通しており、4つの保存されたシステイン残機とサイトカイン受容体に特徴的な WSXWS WS モチーフを含む。CMPL は骨髄性白血病に関連するレトロウイルスの ガン遺伝子 VMPL と相当性を有しており、結晶板や巨角球のほか、赤が球形の細胞にも発現している。TPO は、巨角球の成熟、増殖を刺激し、結晶板の形成を促進する活性を有する。CMPL を欠損したマウスでは結晶板数の減少が見られることが報告されている。ありがとうございます。